さあマリオワンダーやっていきましょう。ある程度進めてんだね。下はまだ行けない。だったら上行くしかない。開けてもらうぜ、新しいマップへ。さよなら。黄金滝というか、上に行くマップ多いよね今回。うわ黄金だ。お客さんのようですね。お出迎えするとしましょう。ドローン強い。黄金エリアはまだ先か。ではチュートリアルを受けましょう。はい、相変わらず上だね。そう、行き先に迷うことはない。すべてクリアすればいいだけなんだ。こんにちは。来た。試練の滝です。数々の試練に挑む準備はいいですか？はい。試練は結構なのでグランドシードだけいただけませんか？いくら王子様の頼みでも掟は変えられませんよ。はーい。もしかして、ジャパニーズ忍者マップ？ちょっと楽しみかも。僕結構和の装い好きでね。最近になって自覚した。はい。好きになるコンテンツがなんか忍者だったりすることが多いのだ。さて、頑張るのだ。はい。任せな。試練のお供に。はい、何でも売ってる。ワンダーシード売ってる。どうも。あとはガチャか。とりあえず回しとこうぜ。ペローン。マリオ。ゾウ。割と馬的だね。ピーチしゃがみ。おお、いいよいいよいいよ。多少は出やすくしてくれてるよな、持ってないやつを。あれ？ドリル。オッケー。古文が揃いそうですね。デイジーがまだ揃ってないか。バルーンピーチ。いや、お金が溶ける溶ける。オッケー。ピーチ埋まりそうだね。よし。では行こうか。出たわね。ちょっとオンラインしてみようか。はい。オンラインにすると世界中のプレイヤーと冒険できる。オンラインにしてみよう。ユーザー名で、俺、岸田修はあれだけど、アニメのキャラクターだけど大丈夫かな。まあ、秘密のマップの、あれ、プレイ状況がどれだけ変わるのか楽しみだね。いろんな人がいるってことか。さ、どうなるのか楽しみですね。何もない広場の秘密。はい、来ました。あ、お、他の人いるぞ。おお、助かる。よし、上にピーチも今頑張ってくれていますね。お、見っけた。俺ナイス。おっと、ナイス。これはやばいだろ、一人でやると。逆に楽しそうになってきたな。そう、一人でやる？楽しみに芽生えそう、逆に。俺、クソゲー大好きなんですよね。自分からやるクソゲー好きなんですよ。だから、これをなんか、探さないとダメだぞって言われたら、ごめん、こう思いますけど、自分の意思で、これ挑戦する分にはいいんじゃないですかね。あ、届かんか。ちょっと待ってな。なんかあっち行けない。よし。絶対無視してると思うが。あの、ないんですけど、何も。ということは、一旦こっち行くか。あった。よし。これ他の人はもう上でなんかいろいろやってるってことか。おぉ？こっちかな？あれ？とりあえず二つ目だけど。あった！見つけたぜ。
オッケー。お、やあやあ、よしよしよし。なんか他の人の存在がいるだけですごく助かる。何これ、キム、ヘイキム。どうしよう、キノコが帰ってしまったのか。パティパティパティ、他にもあると思うんだけど、仲間たちが今下でなんかやってんのよ。多分上だと思うぜ。この辺にはないということか。キノピコに何か見えるものはないか。あれ、狙ってみるか。あー、届かん。ちょっと他の人たちの助け待ちたいですね。上がってきた、上がってきた。デイジーがいるってことはデイジーにしか見えない何かあるんじゃね。みんな苦しんでる。お、え、あいつ泳いでいったぞ。泳いでる、何かあるんだ。それをどこにあるのか。あ、もしかしてこの真下からぶん殴るとか。そういえばそうだよ、これ左にはその下に足場があった。つまりここにないんかい。これキャラクターを変えられるか。オプション無理か。何かしらのこの雲自体が出てたことになるか。みんな諦めて帰っちゃってんのよ。切ないよね。でもピーチが上に行ったってことは、あ、あった。わかるかこんなもん。なるほどね。あ、喜んでくれた。あ、ちょっと待って、教えてあげよう。ここここ、はい、ここだよ。ここや、気づいてくれ。頼む。ここここここ。キノピコくん、ここや。伝えられへんか。あ、わかってる。あかんわ、ポーズしてる。くそー、ポーズしてる。悪いけど俺先に行くよ、すまねえな。ということはさっきのパターンから察するに、あ、やっぱそういうことか。あともう一個さらに上に行かなきゃいけない。お、気づいてくれたか。しかしながらこの上どうすればいいんだ。また見てないところあります？結構ぼこすか。お、ってことは怪しいのはこっちなんすよね。今度また右に道ができると思うんすよ。下からどつき上げて調べていくしかないや。誰かが道しるべを出してくれたら。あれ、お、あのキノピコはクリアした。嘘だろ、俺もしかして取り逃しがある。下に、下か。そっちは疑ってなかったね、確かに。そうか、よいしょ。楽しんでるかい皆さんは。見てる側の人たちは。ここらへん、わからねえ。クリアしてる人がちょこちょこいるんですよ。
残り1個何かをさっき出してキノピコはクリアしてたっぽいよな。どっかで叩くのか、でそれはどこなのか問題。1個あんな風に置かれちまったら全てを疑わざるを得なくなる。ほう、通り過ぎてるパターンが一番怖いっすねこれ。くぅ、結局時間かかってるじゃないか。下の人たちを導く方がいいかもしれんと思ったけど、ここにもう来てるわ。ここだよ。気づいたか。あともう一個がわからん。最後の一個ここじゃねえの？デイジーたちがすごい勢いで下落ちてったんだよな。にしてもマリオはこういう時何も貢献できない感あるな。キャラ変えてみるか。キノピコがクリアしたってのがヒントかもしれん。そう、あんだけ途中悩んでたキノピコが一瞬でクリアした。つまりキノピコなら見える。でマリオ見えるもん何もねえのかお前。お前さ、にしてもオンラインが思ったよりなんかこうふわっとしてる感じでいいっすね。いい感じになんかあれですよ、ゲームの世界観損なわない感じの名前の人多いですし、むしろ僕がなんかジャパニーズネーム引っ提げてる感じがして申し訳ないっすね。よいしょっと。あれ？さっきこんなにあったっけ足場。え？あった！もう勝ったわ。もう勝ったわ、これ。はい。ありましたわ。よし。やっぱ下だったか。よし。で、こっちだな。叩くぜ。おっと、落ちちゃったよ。どんどん上行きます。これさ、すでに通った場所かもしれませんっていうのが難易度上げてるよな。よし。ですが、さっきの経験が生きる。よいしょっと。で、これだろう。あれ、さっき見えてたのが見えてないのあるな。よし。あれ、残り1個はこの辺だったよな。まあいずれ出てくるじゃろう。あれ、ちょっと待って、真ん中どうすんだっけ。泥沼やめてくださいよ。落ちちゃった。でもそんなに難しくなかったぜ。こういうのあるんだな。ないな。どこだっけ、この辺でしたっけ。この辺が何もなさすぎて怪しいけど、もう覚えていないんだ。情けないことにな。デイジーがクリアしました。ちょっと待ってくれ、真ん中どこだっけ。デイジー教えてくれ、真ん中どこだっけ。2個目ばっか考えてたら3個が忘れた。真ん中らへんにあるやつだろ。おっ、あったあったあった。当たってなかったのか。あそこ僕触ってませんでした。やっと見つかったぜ。よし、オッケー。いや、そろそろカットしなきゃいけないかと思った。で、あそこに出てくるわけだ。よし、
ふう、やっぱ一人ではやりません。一人でやるんだったらこれ、いやでも意外と一人でいけるか、いやどうでしょうね。そう、見たはずのところが実は1センチずれてるとかで永遠に沼る可能性ありますからね。まあ今回はノーカット15分だからかなり早かったんじゃないか。よし、せっかくだし今日はこのままいっか。ホッピンの試練、今回はオンラインデビューってことでね。他の人もいるのかね。よりどり、やっぱこいつは敵だよな。ほう、て何やってんだあいつ。お、あ、死んだ、助けてよ、助けて。よし、強制的に助けてもらうこともできるわけだ。あ、面白いなこれ。Thank you。 ですが命が無限にあるってのはどうなんでしょうね。実質よいしょっと。でもこいもう、でも助けてもらうのも悪い気はしない。あのその下から突然出てくるのやめてもらっていいですか。おお、こいつら割と突然出てくるな。でも出てくる場所に大体のなんか目印は一応あるね。よし、こういうのは下にこそ何かあったりするんだよな。気のせい、限界まで上行くぜ。なかった、よし。うう、こいつやってくれる。あう、2ダメージも受けちまった。2ダメージってなんだよ。あうち、あぶ、あーもう助けて助けて助けて、死んじゃった、あいつも死んじゃった、助けて助けて助けて、おーい。あー、こういうのもいいな、こういうのもありだな。どうでしょうね、なんかいい感じに。このゲームあれかもな、記憶から消したいゲームかも。でまた未来ね、オンラインでプレイするのもありなんじゃないかな。よう、これどうやって上行く、これどうやって上行く、下から行くとどうなる。ダメか。お、あ、え、インチキじゃないこれ。取り方がインチキくせえ。おーえ、やべえ。よし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 。えらいこっちゃやで、これ。でっけえ。なるほど、こいつらをうまく活用していけということか。よし。やべえ、真似をしてるって言ってたもんね。あいつ会話聞きに行きたい。何も言ってくれない。よっしゃ、あ、あれでもいいんだ、看板でもいいんだ。なるほど、看板ってそのためにあるんだ。よし、行って。でもすぐそこに看板がある。ここは一体、めっちゃ上行くな。よし、いや楽しくなってきたぜ。うわ、上がってきた。今ならあっち行けんじゃね。変なところから出てきたし、あいつ無理か、諦めましょう。いやー、今回すげえなんか誰かと一緒にゲームやってる感を巧みに味わえてる気がするよ。なるほど、あるラインを超えるとこいつらも一緒に来てくれるのか。あった、
よし。で、あ、イベントが終わったらこれは取れるんだね。よし。来ました。おお。あうち。難しいよ、あれ3つ目動いてくんなかったな、反応してくれなかったんだ。よし、おぶっ、こいつら結構怖いよ。そうなの。で、こっちからで行けるわけか。時短ルート、もしかしたらこっちしか無理かもしんねえしな。ここだよ。無理だ。どうする？バッジは今から付け替えることはできない。あ、惜しい。いける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 、今のでいけるって確信した。もっとギリギリじゃないとダメなんだ。オッケー、よっしゃ。いやー、オンラインによってなかなか濃密な回となりましたね。結構楽しかったよ。もしかしたらどうしよっか、これ。オンラインでやるか。たまにやろう。たまにやろう。でも今回のマップあれじゃない？オンラインじゃなかったらめちゃくちゃ時間かかってたんじゃない？そんな感じするよな。よし。ま、ありがとうございました。あ？トゲトゲを襲う大胆な動き。すごい勇気ですね。ドローン。あいつ腕組み系や。さては。お？パネルは私がいた証。はい、なるほど。あ、しゃがみながら X で置ける。なるほどね。さっきもそれ使えばよかったんだ。 X ボタンね。わかったわかった。